お前いくらでもけんだな。こいつマジで当日こんなこと言ってやっとこの野郎。ほんとこいつ根性暇があってんのこいつ。さあ、まずは皆様、9,999,999,999ドル、桁間違いありません。1,000万、10万、100万、1,000万、1億、これで額見せればいいですか。今から取ってくる、 OK です。さあ皆様、まず私が持ってんのはエリリと私の金額ですね。こちらをこれから取り合いますが、999ゴールドはフィクネットに預けまして、今からフィクネットが提示する金額分上乗せするということですね。エリリさんよろしいですか。今からフィクネットが私に渡す分をまんま上乗せするということですね。つまり一発10億の勝負ではなくて、こちらが出した金額を全部受けるってことですね。わかりました。ちょっとこればかりはもう金庫、これ以上はちょっと目に見えなくなるお金なんで、一キャラでこれ以上の額持てないんで、フィクネット君に預けますけど、そこはご了承ください。じゃあまずフィクネットの金額見ましょう。いくらぐらいだっけ。ちょ、お前毎日送ったからちょっと額覚えてねえや。毎日終わって送って額覚えてない。お前自分で出すなよ。俺のゴールドだぞ。お前自分で出すなよ。自分の金入れんなよ。俺の勝負だからな。そんな余計なこと言わなくていいんだお前。さあエリリさん、メモしてください。3億4362万ゴールド、しっかりメモしてください。3億4362万ゴールド。ということは、こちらが13億4360。さあ皆さん、金額は変わりました。一撃、これも1ゴールドはおまけでいいな。1ゴールドはおまけ。一撃13億4362万ゴールド。さあベットしていただいて皆様ありがとうございました。22サバ一等勝負です。ルーレット入るときはマイク切らしてください。ルーレットやるときはマイク切らしてください。さあよろしいか。
いやー、この爽やかなカジノの音楽がなんとも今日だけは心に入ってこないですね。ここだけ一曲自分の曲使っていいですか？バックミュージック自分の曲使っていいですか？マイク切ります。
今僕が夢を見上げる場所、その夢から僕の場所は見えるはず。